続いてこちら、ダダーン、ビッチバンガー。これはやばい。これ見つけて絶対面白いと思ってね。約5万円分の商品が入っています。これは5000円で、あ、これ5000円だったの。5000円なんですよ。すごい。何が入ってるかすげえ楽しみだな。開封の時、イエーイ。ここを切る。こう、わあ、これはおもろいぞ。いきます。こちら、何が入ってる。虫。なになに。手出して、やだやだやだ、手出して、手出して、大丈夫。じゃあこうして、手出して。まずこういうね、箱がね、こちら中にテントウ、見えるヒント合わねえ。まあテントウムシ来てます。2個だから。続いて、お、これいいんじゃない。どん、なんだ、折りたたみの、これバッグっぽくない。あ、エコバッグ。めっちゃしっかりしてる。そう、めっちゃしっかりしてるエコバッグ。実際のお値段こちら6,050円でございます。もう値段超えてます。もう値段超えましたね。これめっちゃいいやん。これがね、2つ目。次いきます。こちら、どん、蛍光色のピストルのキーボード。これさ、電気つくっぽいよ。あ、ダメだ、充電がないからできないけど、これ電気つく、ここ。続いてこちら、はい、どん、マフラー。マフラーは実用的。ポロポロモドキ、ポカラモドキ。あ、ポロだ。いや、ポロだよ、ポロ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 言うなよ。ポロ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 言うな。しかもこちら、お値段7,700円。こちら、じゃん、マスク、箱、箱、折りたたみケース。ああ、本当だ、なんかジュエリーケースとかに書いてある。ね、うん、続いて、すみません、ちょっと待って、かぶってんだよ。で、溶けていくなよ。どんどん溶けて、こんなに何がっていくのかと思ったわ。この色がさ、ピッピーっぽいなって。あ、確かに。続いて、こちら、じゃん、じゃん、全員ケース。違う、名刺入れです。ああ、でも結構しっかりしてる。え、でも名刺ケースこれに変えたらめっちゃおしゃれな名刺ケース。しかもこちらのお値段6,300円。お得だね。ロビビレバー、そもそもさ、約5万円分って書いてあるけどさ、もっと5万円超えちゃうんじゃん。マジでね、ありそう。続いて初恋の商品、こちら、初恋の商品、じゃん、ビワフォーマー、超音波でクリーミーな、超うま泡立てで、続いて9個目の商品、こちら、じゃん、わ、まだ何か分からない、また箱や。しかもね、これ値段がね、12,650円いただきます。やばいぞ。なんだなんだ。あ、ポリスっていうね、ブランドですね。あ、何かな。あー、お財布です。なんか、インベーダーゲームのお財布みたいな。ちょっとコンクリート調のなんか、お色が渋い。これ5,000円で売って大丈夫なのかっていう。どんどんいきますよ。まだあるんだ。続いて、こちら、じゃん、ビンゴゲームのやつ。デジビンゴ Z。 ビンゴゲーム用の、数字を出してくれるやつですかね。こちら3,850円です。続いて、はい、こちら、じゃん、ミニフット。あ、かわいい。めっちゃかわいい。これめっちゃちっちゃいフット、かわいい。10個ぐらいいってると。続いて、こちら、じゃん、ライティングスピーカー。なんかピカピカしてるから曲が流れるっていうね。7,400円。しかもこれ結構ずっしりしてる。ずっしり、割とちゃんとしてるね。続いていきます。まだあるこちら、じゃん、双眼鏡。しかもちゃんとね、ケースに入ってる。うわ、ほんとだ、ミラーみたいになってる。うわ、どう、ねえねえねえ、ピンボケがすげえ。こちらのお値段4,290円。どう、何に使う。バードウォッチング。これ空見えないのかな、お星さん。見れると見れると、見れると。あと残りね、2品入ってます。2品まだ入ってる。いきます。ドーン、ポップコーン。ポップコーンメーカーって書いてます。これでポップコーンが作れるらしい。へ、すごい。そう、なんか開き方がすごいね。電子レンジで作れるポップコーンメーカーです。こちら、ちなみに3,080円。そしてラスト、なになに、見た目がもうすごい。こちら、ドン、鹿、玄関に飾ったら光るやつ。ペコリン。
らなくない？鹿の角のところに鍵をかけれるらしいです。しかも光るらしいよ。これはやばい。1980円でございます。以上ビレバンの福袋でした。福袋でした。はい、続いてこちらが高くなります。自分枕で売っていた毛布で、これが色違いで3つ入ってるんですよ。そう、お値段なんと5000円。びっくり。まあそんなに安いんですか？そうなんですよ、5200円くらいだと思うんですよ。ちなみに西川の毛布と同じで1700円くらい。はい、こちらね、3つとじゃじゃん、こちらティファール重っ。なんでディファールかっていうとね、イオンの福袋があったんですよ。1万円ぐらいでナビいっぱい入ってますよみたいな。レジの前にディファールのこれが1万円で売ってたんですよ。もう一応福袋みたいな企画で、ディファールのがよくねってなって、これがねまたすごくて、これは収納できるやつなんですよね。家とかのこちらね、ディファール。ということで本日の福袋企画でした。はい、というわけですね、こちらで全て福袋が開きました。イエーイ。来年もしやるんだったら、マジで30枚分ぐらい買っちゃう。確かに、ね、自分たちの好きなブランドの全部かき集めて。では、あうん福袋企画でした。イエーイ。